はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。2時をちょっと回りました。13日の水曜日ですか、今日は。日経平均ね、プラス425円あたりでうろうろとしています。ドル円は 125.609 で、そんなに動いてませんね。ドルウォン、ドルウォンも動きあんまりないですね。1226.62 ということでして、まあさっきからそんなに動いてません。さて本題いきましょう。中央日報でございまして、これは昨日の18時01分に出た記事です。ゼレンスキー大統領の演説、まあ会場満杯になった日米、やっと50人の韓国国会が恥ずかしいという記事。あのゼレンスキーさんが韓国のですね、国会で演説しはったというのは2、3日前のニュースでしたね。写真が出てますけど少ないな。ちょっと読みますね。ウクライナのゼレンスキー大統領の24回目となるビデオ演説会場となった韓国国会、そこに現れた韓国政界の態度は恥ずかしいものだった。11日に、韓国国会を対象にしたゼレンスキー大統領のビデオ演説は、国会本会議場でも議員会館でもなく国会図書館で開かれた。そうなん、まあ、設備の関係ですかね。国会関係者は本会議場の大型スクリーンを使用できない理由について、ビデオ演説をリアルタイムで送出する過程で不安定な状況が起きる恐れがあったとし、ネットワークの問題を挙げた。だが 5G ネットワーク技術を先導する韓国で、通信上の問題よりリアルタイムの映像送出が難しいというのは納得しがたい釈明だったと。そうやんな、 5G やもんな。 5G っていうんですか、よく知りませんけど。もちろん場所が行事の本質を左右するものではない。だが大多数の国会議員は今回のビデオ演説に対する最小限の誠意さえ見せなかった。この日行事に参加した議員は50人、残り240人ほどの議員は国会図書館についに姿を見せなかった。私たちがロシアに立ち向かえるよう韓国が助けてほしいというゼレンスキー大統領の呼びかけに耳を閉ざした。耳どころか目も閉ざしてますね。この日ビデオ演説を成功させた共に民主党所属のイ・グアンジェ、国会外交統一委員長は、与野三党指導者が集まり、ウクライナに対する協力の意思を確認したことに意味がある。現場で参加できなかった議員はほとんど各自の議員室でリアルタイムでビデオ演説を聴取したと説明したと。別にね、議員室でもいいですけど、行くごとに意味があって、会場を満杯にすることに意味があるんですよ。で、国としてね、この国の政治家たちは皆あなたの味方ですよ、あなたの意見に賛成しますということをビジュアルで示す必要があるんですよ。それも政治家の仕事でしょ。ただ演説を聞きましたっていうだけだったら、なんていうか、そういうパフォーマンスが全くできていないわけであって、あの国がですね、お隣さんがですね、ゼレンスキーさんの国に対してですね、味方をしているというふうには世間的にはというか、世界的には受け取れないですね。君らはそんなに冷淡なのかということですね。で、その後、まあ、この後あんまり読みませんけども、ゼレンスキーさんがですね、もっとその武器を支援してほしいと。あなた方はそれを持ってるやないかと。ぜひ我々を支援してほしいというふうなことを訴えられたそうなんですけども、これに対しては無回答ということで、つまり愉快のお隣さんたちはですね、今回のこれについてですね、どっち側なんやと。今のところですね、そのゼレンスキーさんの国に対してですね、こう熱い呼びかけを、というか熱いサイン、なんていうか、こう俺たちは味方やでということをほぼ示していないですね。少し武器は送ったような、武器というか何か援助物資は送ったようですけど、まあ
日本はお金とそのいろんな装備品を送ったりもしていますし、国会で何番目かにですね演説をしてもらってですね、あの私もリアルタイムで聞いてましたけども、それでもってですね、あまりその何と言いましょうね、あの有効なあのですね武器みたいなものは遅れていませんけども、でも気持ちの上ではですね、こうあなたたちと一緒にいますよと、あの共に頑張りましょうみたいなことはですね言うているわけですし、この前林芳正外相がですねポーランドに飛んだ時はですね、飛行機2機で飛んでですね、もう1機の方に20人ほどのですね避難してきた方々、日本に行きたいけども飛行機代ないねんという方をですね乗せて、入国を日本に、ですねお連れしたということがあります。すいません、ちょっと足痛いんでね、姿勢を変えながらこう、いや同じ姿勢しろとね痛くなるんですね。特に曲げて同じ姿勢だと、なんかこう伸ばしたり曲げたりしながらですねこう喋ってるんですけど、はい。で日本に比べ、あるいはもうアメリカに比べてもですね、イギリスに比べてもですね、あんまりそのなんていうかこう消極さが目立つなと。なんでなんでしょうね。あの多分報道もあると思うんですけども、あの中国がですねロシアを、まあ、あの支援してるわけですね。実質的に支援してるわけです。もう中国に対する遠慮でしょうかね。それかあの日本やアメリカがですね、こう連帯感を示しているということに対してですね、気に入らないとでも思っているんでしょうかね、彼らは。そのあたりの感覚はいまいちようわからんのですけど、なんでその50人なんて、あの国の国会議員はね300人いるんですよ。300人いて、ね、たった50人ってどういうことなんと、分かってないというか、なんでしょうね。あの多分ねメディアのせいだと思うんですよ。もう日本って毎日このニュースばっかりでしょ、このニュースばっかりで必ずこれ関連のニュースをですね読んで込んで、ああこうなってんのかみたいななってるけど、多分お隣さんではねそんなにねこれ関連のニュースをねやっていないし、国としてですねどっちにつくかという意思を鮮明にしていないわけですね。あのかろうじてこっち側かなというところでしかないわけですね。あの感覚はようわかりませんね。そのロシアや中国に気を使ってるとしか思えないわけです。でしかもその50人ですよ。野党系の議員は110人、120人ぐらいいるんですよ。というか他人の国にはあんまり関心がないのかなと。ヨーロッパの遠いね、ヨーロッパの国での出来事は関心がないのかもしれませんね。まあその自分たちのことには関心が高い、あるいは自分たちの周辺国に対しては関心高いけど、そんなもうかなり向こうのヨーロッパの一国、まあヨーロッパと言えるかどうか微妙ですけども、まあそういった国がで起こってるすごくいろんなですねこう悲惨な出来事であったりとかですね、明らかにそのクリミナルな出来事であったりということに対して、こう神経が摩耗してるんちゃうかなという気がしますね。で、まあ、言うてみればですねユニバーサリティの感覚がですねちょっと違うんちゃうかと、君らはと。もっと世界で起こっていることをですねもうちょっと関心を持ってもええんちゃうかと。だからあのとんでもないその何なりますかね、あのことを時々言い出したりしますよね彼らもね。でそのこうオリンクなんていうこともですね起こるわけだって、あの国でしか起こりえないようなことが起こるわけだって、もっともっと国際感覚を持つべきであって、このこうどう言いますかね、国際的な常識を身につけるべきではないんかなと、かなりこう不思議な現象です。これは私から見てもうですねたった50人しかいないというのがですね、そういうふうに重要性を考えている。はい、すいません、最近ねカメラがね突然切れるんですよ。
なんかようわからんですけどね、カードがどうのこうのっていう表示が出るんですけど、そう、たった50人の国会議員しかこう出席されなかった。日本とかアメリカではね、会場、日本も国会ではなくってなんか会議室みたいなところでやってましたけど、ほぼ会場満杯になってますね。その感覚の違いというのはですね、今の他の国のですね、国際的な効率の一つの理由になってるんではないかなという気がしましたね。はい、ということで、これについてですね、中央日報のページ貼りませんのでですね、見てください、探してください。ゼレンスキー大統領の演説、会場満杯になった日米、やっと50人の韓国国会が恥ずかしいというタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。